投資ラボがお送りする今月の最適トレード戦略の時間が、やってまいりました。私はこのコーナーを担当する、ニューヨークに拠点を置いて、商品金融市場の情報を、配信している、予想会グローバルインベスターズの松本英樹です。今日はどうぞよろしくお願いします。 ようやく11月というか、もう、早いもので、今年もあと2ヶ月ということになりましたね。私はたまたま今回は、日本にちょっと出張中で、昨日はハロウィンということでですね、日本でも結構仮装してる人が、いっぱいいて、ちょっと、びっくりしたんですけれども、さすがにアメリカのように子供が家を一軒一軒回ったりして、お菓子をもらうとか、そういうのはさすがに見られなかったですけれども、なんとなくもうハロウィンも日本で、文化として定着しつつあるのかなというふうな、感じもちょっと、印象を受けましたね。さあ、11月なんですけれども、今回、最適トレード戦略ということで、どのようなイベントを、前に、マーケットが動くのを、見ていこうかということなんですけれども、今回はイベントがいっぱいありますよね。11月、今日から始まりますね。1日、2日と FOMC があって、その後11月4日には、10月の雇用統計の発表があると。そして、次の週ですね、8日の、火曜日にはアメリカで大統領選挙があるということで、本当にイベントが盛りだくさんの中、どのような、展開になっていくのかというのを、今回は、いろいろなシナリオを立てながら、見ていきたいと、そういうふうに思います。そして、そういうシナリオをいろいろと考えた中で、じゃあ、ここから、向こう1週間ぐらいですね、どのような、トレード戦略を立てていけばよいのかというのを、最後に、まとめてみたいと、そういうふうに、思っております。短い時間ですけれども、お付き合い、願えればと、そういうふうに思います。さあ、では、早速ですけれども、まずですね、ここまでの、ちょっと、マーケットの動向のおさらいというのをちょっと、してみたいと思いますね。まず、ここまでのマーケットなんですけれども、基本的にはやっぱりちょっと、金融市場、特に、動きが見えにくいですね。ちょっとなんとなく、方向感のはっきりしないという、そういう、展開が続いてますね。特に、10月7日ですね。この前、11月7日に発表された9月の雇用統計ですね。この雇用統計が、ちょっと、予想より弱気の内容になったということで、そこから、ちょっと、全体的に、怪しくなったかなという感じがしますね。今のところマーケットではですね、基本的には、12月の FOMC で、アメリカが利上げを行うというのを、ほぼ織り込み済みという形で、一応利上げをもうほぼ、あるのは当然という形で、それを前提に動いているんですけれども、ただ、そうは言っても、この前の雇用統計が少し弱気の内容になったということで、本当はどうなのかなと、ここから先の状況次第では、もしかしたらわからないんじゃないかなと。そういうふうな、見方が、ちょっと高まってきたっていうのが、実際のところなんですよね。それプラスですね、やっぱりそのもう利上げっていうのが、マーケットにほぼ織り込み済みとなった、ということでですね、どうしても、利上げの方向、何か高波的な材料があっても、ちょっと市場が反応しにくくなってですね、逆に何か悪い材料が出てくると、ちょっと敏感に反応するようなことも多くなってきましてですね。それも含めて、マーケット、動き、ちょっと方向感が見えにくいなというのが、ここまでの状況だと思います。で、そういう中でですね、例えば、10月の14日ですね、に、FRB のイエレン議長が講演を行いましてですね、そこで、少しもう、なんとなく、まだ2週間ぐらい前の話なんですけども、ちょっとなんか遥か彼方のような、感じにもなってるんですけれども、そこでですね、2008年とか2009年、いわゆるリーマンショックの後ですね、その時の、景気後退局面、ここから、しっかりとアメリカ経済を、回復させるためにはですね、高圧経済と、ハイプレッシャーエコノミーと
というふうに、表現していましたけれども、そういう圧力の高い経済というのを、維持するというのは、そうやって、景気後退局面の、後遺症を、払拭するのをそこからしっかりと、景気の、景気回復の軌道を元に戻せるためには、元に戻すためにはですね、そういう、高圧経済、ハイプレッシャーエコノミーというのをしばらく維持した方が、効果的なのかもしれないと、そういうふうなことに、言及してですね、これでも市場はちょっと、反応したという感じになりましたね。で、これ、ハイプレッシャーエコノミーというのは一体どういうことなのかというと、やっぱり、基本的にはですね、簡単に言うと、金融緩和政策を続けてですね、少々、インフレが高くなっても、インフレ圧力が高くなってもいいから、緩和策を続けてですね、それで無理やりにでも、景気を、回復、させようというのが、ハイプレッシャーエコノミーというふうに、考えていいと思いますね。つまりは、今のところ FRB というのは、基本的には年に 2% というのをインフレの目標としているんですけれども、それを少々、超えてもオーバーシュートしてもですね、ちょっとは目をつぶってですね、緩和策を続けた方が、そうやって景気をしっかりと回復基調に乗せた方が、効果的なんじゃないかということをですね、イエレンさんが、一つの、アイデアとしてですね、講演で話したということで、やっぱり、イエレン議長は、ハト派的な人で、どちらかというと、そういうところで、緩和策を続けるんじゃないかと、そういうふうに、市場で、見られたということを、これもですね、その雇用統計が弱気内容に、の内容になってですね、ちょっと、不透明感が高まっていたし、相場にですね、市場にですね、さらに、もしかしたら、もしかしたらと、いうそういう、見方を強める、感じになったというふうに、言えると思いますね。ただですね、基本的にですね、この前の、FOMC ですね、9月の FOMC ではですね、すで、にもう3名のメンバーがですね、金利据え置きというのに、反対票を唱えたんですよね。この前は、一応利上げというのは見送りという形になったんですけれども、FOMC の、メンバーのうち3名がですね、利上げを今すぐすべきだということで反対票に、投じました。反対票を投じました。これは、すでにもう、異例の事態と、こんな3名も、反対者が出るということ自体が、ちょっと、あまり過去に例を見ないほどのものだと思うんですけれども、そういう中でですから、やはり、FRB 内にもですね、OMC 内にも、そこにでも、利上げをするべきだという、高派の、メンバーというのは、多いわけですよね。もしかして、例えば11月今度の、FOMC ではですね、基本的には、現状維持と、それで、12月の、利上げに、向けての、地ならしを行うと、そういうふうに見られてますけれども、もしかしたら、3名が4名に、反対者が増えてですね、さらに、高派的な主張をする人が、出てくるということも考えられますから、そういう中でですね、いつまでこれ、イエレン議長がですね、そういう高派のメンバーを、説得してですね、利上げ見送りを続けられるのかというのは、これはこれでなかなか難しい、ことだと思うんですよね。で、今のところですね、経済指標、いろいろと出てきてますけれども、これもですね、強くもなく弱くもなくというところで、どちらの側、高派、ハト派はどちらの側にも、有利に働くというか、説得力のあるものとはなってないんですよね。もっと、経済指標に強気の内容が出てきてですね、物価がどんどん上がってきているというのが、示されればですね、これはもう利上げに踏み切らざるを得ないなというところで、一致するんでしょうし、逆にもっと悪い、経済指標が出てくれば、これはやっぱりもうちょっと緩和策を続けるべきだというところで、高派のメンバーもですね、ある程度納得するかもしれないんですが、本当に強気だったり弱気だったりですね、強弱入れ混じっている、状況が続いてますから、そういう中で、なかなか、方向性もはっきりしないと、当然マーケットもですね、利上げの可能性をめぐってはですね、本当に経済指標の
内容なんかに一喜一憂すると、そういう状況が続いていると、要するにはとにかく今は不透明な状況だということになるんだと思いますね。でさらにですね、ここにですね、アメリカ大統領選挙というとんでもない不確定要因もですね、出てきてですね、これがまた話をちょっとややこしくしていると、そういう状況になってますよね。基本的には大統領選挙は民主党のヒラリー・クリントン候補がですね、勝つだろうというふうに言われてたんですよね。で、3回の大統領の討論会、候補者の討論会となるとトランプさんとの討論会も終わってですね、やっぱりヒラリー有利という見方っていうのは揺るがなかったんですけれども、これがですね、先週金曜日でしたっけね、10月の28日ですね、28日に、FBI がですね、クリントンさんのですね、いわゆる私的メール問題ですよね、E メールの、私的流用と、政府の決定に関するような機密事項をですね、自分の、個人的な、電子メールでやり取りしたんじゃないかと、そういう、疑惑ですね、これに対して、新たな、証拠を、入手したという理由からですね、捜査を再開するというふうに、明らかにしてですね、ここで、また、トランプさんの支持率が上がってですね、支持率がちょっと均衡してきたと、このままいけばどっちが勝っても不思議じゃないというふうな、見方さえ出てきているということで、さらに、不透明感が強いという、こういう状況ですよね。こういう中で、今回、1日2日と、FOMC があって、そして8日には、10月の雇用統計が、出てくるということになるんですよね。これだけ言うとですね、本当に、この3つ、少なくともこの3つですね、FOMC、そして、雇用統計、そして、新たに大統領選というのも、新たな材料として、クローズアップしてきたということになってですね、本当に、それぞれを真剣に、分析していってもですね、どうなるかというのは、なかなかこれ、逆にややこしすぎてですね、複雑に絡み合いすぎて、ちょっと、複雑になりすぎてですね、かえって、先行きが見えなくなって、そういう点も含めてですね、今回はですね、そういうのを全部ひっくるめてですね、年内に、利上げを行うという、今一応、体制を占めているという、思われるですね、市場の見方の、コンセンサスになっている、年内利上げの可能性というのが、今回の、一連のイベントを、経過してですね、踏まえて、さらに高まっても利上げが確実かというふうになるのか、それともまだわからないですよと、利上げ観測がちょっと後退するのかと、そういうところに、焦点を絞ってですね、その際にマーケットはどのように動いていくのかというのを、見ながら、その上で、最適な投資戦略というのを、考えていこうということで、ここから話を進めていきたいと、そういうふうに思います。では、とりあえず、次のですね、メインシナリオということで、一つ、シナリオを考えてですね、そこから、入っていきたいと、そういうふうに、思います。はい、じゃあ、まず、メインシナリオということで、こういうシナリオっていうのを、一つ考えて一連の、イベントを経てもですね、年内の利上げ観測というのは特に、高まらず、あるいは後退せずということで、結局、今後の経済指標次第、あるいは景気動向、物価動向次第の、状況が続くと、結局、何一つ、状況は変わりませんよという、そういうシナリオですね、可能性としては 40% ぐらいあるんじゃないかと、そういうふうに、いますけれども、一番、マーケットで、トレードするあるいは、売り買いするには一番、ありがたくない、シナリオですよね。方向性がやっぱはっきりと出てきませんから、そういう意味ではあまりありがたくないシナリオなんですけれども、今のところやっぱりこういう、膠着状態からまだ、
しばらくはちょっと抜けきれないだろうということで、まあ、これを、メインシナリオというふうに、まあ考えてみることにしました。まあ、具体的には、まあどういう感じになるかというと、まあ、例えば FOMC では、まあ、お方の予想通り、現状維持、利上げ見送りというのを決定しますよね。で、まあ、声明への反対票も、まあ、この前と、9月の FOMC と同様に、まあ、3名が反対すると。これも、まあ変わらずと。あと、雇用統計もですね、まあ、非農業雇用数の伸び、大体、10万人台半ばから後半と、まあ、対して強気でもないし、弱気でもないというふうな、まあ、ところの、まあ、水準にとどまるということでですね、まあ、なかなか全てのものが、まあ、決め手となる、まあ、材料には欠けるという状況ですよね。まあ、そういう中で、まあ、利上げの判断は、まあ、今後の経済指標次第という、まあ、そういう、まあ、先行き不透明感の強い状況というのが、まあ、続くというのが、まあ、メインシナリオの、まあ、内容ですよね。まあ、そういう中でもですね、まあ、基本的に、まあ年内の利上げ観測というのは、まあマーケットでほとんど、織り込み済みとなっているのも、まあ確かなんですよね。ですから、まあ、そういう状況を考えればですね、ちょっと、まあこれは時間の経過とともにですね、そういう 100%、ほぼ 100%、まあ、ほとんど、まあ、織り込んでいると、利上げを織り込んでいる状況というのは、ちょっと、まあ、時間が、経過していくにつれて、まあ、不都合になってくる。こういう、なんていうんですか、先行きの不透明な状態、膠着状態、利上げするのかしないのかというのがはっきりしないという状況が、まあ、やっぱりこれ以上続いてくるとですね、やっぱり確実に利上げしますよというふうには、まあ、マーケットも、まあ見られなくなってきますから、そういう意味では、まあ、ちょっと、まあここまでに利上げの可能性を織り込みすぎたというところから、まあポジション調整の動きっていうのは、まあ出てくるのかなと。いうふうにはまあ思いますけれども、まあそれもやっぱりまだ今の段階ではですね、まあちょっと時期的に早いかなと、これが11月の後半ぐらいになってくるとですね、いよいよまあどうなんだということで、まあそういうポジション調整の動きっていうのはさらに加速するかもしれませんけどね、そこまでずっと不透明な状況が続けばですね、まあ今のところはまあ全てがなかなか大きな方向性を持つような動きには出てこないというふうな展開になると、そういうふうに思いますね。まあそういう中ですね、まあ、あと、まあ、大統領選挙というのもあるんですけれども、まあ、これは基本的に、まあまあ、今のところ、まあ、トランプさんがもし勝ったとしても、あるいは、まあ、ヒラリー大、クリントンさんが、まあ、勝ってですね、まあ、いわゆる、まあ、予想通りという形になってもですね、これでも、まあメールに関して、電子メールに関して、その操作が続くとなればですね、これどっちにしてもやっぱり、マーケットはちょっとリスクが高いなと、アメリカに対してちょっと、まあリスクが、高い状況が続くなというふうに、まあ受け止められることになると思うんですね。そういう中では、まあちょっと、まあリスクを回避しておこうという動きが、まあ全体的にこれはまあこういう FOMC とか雇用統計の内容がどのような内容になってもですね、ある程度はまあ大統領選挙を前にですね、まあそういうリスク回避の動き、リスクオフの動きっていうのは出てくると思うので、まあこれはまあ大きな流れとして、まあそういうちょっとバイアスがかかるというふうに、まあ思っておいてください。で、今回はまあ大統領選挙をちょっとまあ外してですね、その前の段階でまあどのようにまあ動いていくかというのをまあ見ていきたいと思います。じゃあ個別の銘柄についてみますけれども、まず為替ですね。為替はまあ利上げの見通しがですね定まらないのであればですね、やっぱりドルを中心にまあ不安定な値動きが続くと、そういうふうにまあ見ておいていいと思いますね。で、対ユーロはですね、ユーロはまあ ECB がですね、なかなかまあこちらもはっきりしないと、まだまだその緩和策を継続するんだという見方がまあ今のところ、強いとは思うんですけれども、まあ、意外に、ここへ来てですね、ヨーロッパ欧州圏の、まあ、経済指標に強気の内容が、まあ目立つようになってきてますから、そうなると、まあいやもうそんなに、利上げは、緩和策は続けないんだと、ちょっと前にですね、1ヶ月ちょっと前にですね、その、ECB もそろそろテーパリングを考えるんじゃないかというふうな、まあ、見方なんかも浮上してきてましたからですね、やっぱり、まあ景気が、まあ、元
元に戻ってきて回復基調に乗ってくれば、まあ、緩和策の継続というのも、まあ、だんだん現実味が薄れていきますから、そうなると、まあ、ユーロはユーロで、まあ、動きが、出てくると思うんですけれども、まあ、そちらの方の、まあ、見通しもありますから、対ユーロではなかなか、ドル、方向感が、まあ、定まらないような、まあ、状況が続くというふうに、まあ、思っておいた方がいいと思いますよね。あとは、まあ、大変ですね。大変もですね、まあ、これは素直にですね、アメリカの、景気動向次第ということで、まあ、経済指標、あるいは、まあ、アメリカ株式市場の動向に、まあ、連れてですね、強気の内容が出てくればドルが買われと、弱気の内容が出てくれば、あるいは株価が下がればドルが売られというふうな、状況が続くと、そういうふうに、考えていいと思います。ただ、ここでまた大統領選挙の話を、出しますけれども、やはり、大統領選挙前に、不透明感が強まる中ではですね、やはりリスク回避の動きということで、ドル円の場合は、売りが、膨らんできやすいということは、考えられますから、この辺は、大統領選挙を前にドル円はちょっと、売りが優勢かなというふうに、なってくる可能性はあると思いますね。次に金ですね。金はですね、これも、結局、方向感のない、状況が続くと、不安定な状況が続くというのを、シナリオに挙げてますから、結局、マーケットの動きも、どちらかというと、同じような感じになってしまうんですけれどもね、基本的には、ドルや株価、そういう経済指標なんかを睨みながらですね、不安定な、相場展開が続くときも、そういう流れになってくると思います。ただ金の場合はですね、10月の初めにですね、わーっと急落してですね、1200ドル台半ばでしたっけね、そこまで落ち込んでですね、それで年内利上げっていうのも結構もう織り込んだというふうに見られてはいるんですよね。それを考えればですね、ちょっと先行きの不透明感の強い状況が続いてくればですね、その中でもう利上げを完全に織り込んだ状況から、ちょっと先行きが怪しくなってきたということで、ポジション調整の買い戻しというのが入ってきやすい状況というのが続くかもわからないですね。また円も、と同様でですね、大統領選挙、これを前にしてですね、ちょっとリスク回避の動きとリスクオフの動きが出てくれば、それはそれで金に対しても安全資産としての買いが集まりやすいという状況になると思います。ですから、基本的にはやはり、景気動向や株価、そういうマーケットの前流れに振り回される状況が続くと思いますけれども、どちらかというと、ポジション調整の買い戻しが、集まりやすいと、そういうふうな、展開になるんじゃないかと、そういうふうには、見ています。次に、原油市場ですね。原油市場、これはですね、11月末にですね、OPEC が、定例総会を開くんで、そこで、減産ができるのかできないのかというの、この一点に絞っての、展開になるでしょうね。雇用統計がどうのとか、利上げをするんだしないんだというのよりも、やはり、OPEC が減産をできるのか、減産できるのかできないのかと、そういうところが、中心になりますから、こういう、今回の、投資戦略でもですね、あまり、シナリオとしては、考える必要はないのかなと、そういうふうに思いますね。で、もちろん、減産が、合意できればですね、これは60ドルを超えるような上昇というのも十分あり得ると思いますし、減産に失敗すればですね、結局、今の状況が続くと、イランとかイラクは生産を増やし続けるということになればですね、また30ドルまで、値を下げると、30ドル台に逆戻りということもありえますから、この辺はもう OPEC 次第と、OPEC 次第ということは、これはもう非常に政治的な、判断になりますから、ここで、いくら、状況を分析してもですね、なかなか、効果がないというか、意味がないという部分でもありますよね。ただ、一つ言えることは、今ちょうど、先週の金曜日28日、10月の28日あたりからですね、
ちょっと売り圧力が強まってきてるんですけれども、まあ、それはですね、まあ、28、29とですね、まあ、いわゆる OPEC のまあ高官級のまあ会合と、石油担当大臣は出てこなくてですね、まあ、その下のまあ、まあ、エネルギー省とか石油省の高官が集まって、事務的なまあ話をしたんですけれども、まあ、そこで話がまとまらなかったと。減産、まあ、そこでは基本的には、各国、じゃあ減産はこの前9月に、一応やりましょうって決めたんだけれども、まあ、各国、じゃあどういうふうな、まあ、割当てで減産をするんだというところが全く決まってなかったので、まあ、その辺を詰めて考えましょうということになってたんですけど、まあ、その個別の細かいところが全く話が、進まなかったということで、まあ、それで、まあ、ちょっと嫌気されて今、原油売られてるんですけれども、ただ、まあ、やっぱり、お役人さんといいますかですね、事務レベルの人たちではですね、そこから大きく妥協したり交渉したりということはできないんですよね。基本的にはやっぱり本国の、まあ、意向を伝えてですね、それを、まあ、主張するということしか、まあ、そういう、まあ、事務局レベルの話ではできないと思いますから、まあ、ここで無理やり合意が期待するっていう、合意に期待するっていうのも、まあ、ちょっと、かわいそうなというか、無理な話だと思うんですよね。まあ、基本的にはちょっと、まあ、合意には至らないと、まあ、事務レベルでですね、合意ができるんであれば、もう今までにとっくの昔に、まあ、合意で、減産してると思いますからね。やっぱり最後は、まあ、エネルギー担当大臣クラスがですね、出てきて、まあ、いろんなところで妥協し、交渉し、それで、まあ、ようやく、まあ、決まるということになると思うんですよね。ですから、まあ、最後の最後、11月30日でしたっけね、ウィーンで定例総会が開かれますけれども、まあ、そこで、まあ、どういう結果が出てくるのかというのを見てみないことには、まあ、何一つわからないということなんだと、思いますね。さあ、それが、まあ、原油の状況ですね。次に、じゃあ、株を見てみましょう。株はですね、基本的に、まあ、年内利上げの、まあ、可能性というのが、まあ、不透明感が、まあ、高まるという、そういう状況ではですね、まあ、まだまだ、まあ、上下に不安定に、売れるような、まあ、やっぱり経済指標の内容とかですね、ドルの値動きとか、まあ、あとは長期金利の動向なんかを睨んでですね、不安定に上下に売れるという、まあ、そういう状況が、まあ、続くと、見ておいた方が、まあ、いいと思いますね。例えば、まあ、利上げ観測が、まあ、高まってくればですね、まあ、強気の経済指標なんかが出てですね、それはそれで、まあ、長期金利も上昇してきますから、利上げの可能性が高まれば。そうなれば、まあ、金利の上昇を嫌気する、形で、まあ、売りが出てくることも考えられるし、また一方では、まあ、強気の指標が出れば、景気が順調に回復しているんだということで、まあ、それが下支えになることもあると。ということで、まあ、今、非常に、まあ、株式市場は不安定な、状況にあるんですよね。一方で、まあ、悪い材料が出てくればですね、じゃあもう利上げは見送りだということになって、まあ、それはそれで投機的な買いを呼び込む可能性もありますし、一方では、まあ、景気減速懸念が、まあ、強まれば、それで売りが出てくるということもあるということで、まあ、株式市場はやっぱり、まあ、まだ、マーケットの方向性っていうのが、まあ、状況ではっきりしていないということなんだと思いますね。ですから、まあ、やっぱり利上げをするのかしないのか、はっきり、決まってこない限りはですね、まあ、それでマーケットがどのような、まあ、方向に向かっていくのかというのがある程度見えてこないと、株式市場というのは、まあ、ちょっと方向性は出てこないかなと、そういうふうに思いますね。まあ、最後に、まあ、長期化ですね。まあ、これはですね、基本的にはやっぱり、まあ、こういう利上げ観測が、まあ、高まるのか高まらないのかというのが、まあ、経済指標次第という状況下では、まあ、もちろん、まあ、まあ、そういう指標の内容なんかに、まあ、振り回されるという不安定な状況が続くというふうに見ておいていいと思うんですが、ただ、まあ、金利の場合はですね、ちょっとここへ来て、やっぱり長期金利は上昇傾向っていうのが出てきてますから、まあ、その中で、まあ、利上げの有無にかかわらず、経済指標の内容に関わらずですね、長期金利の上昇傾向っていうのが、まあ、続いていくと
という可能性もあると思うんで、まあ、その辺だけは、まあ、注意が必要ですね。まあ、理由は簡単で、結局、まあ、もう今の超低金利の、状況っていうのを、まあ、マーケットがもう、許容できなくなってきている部分があると思うんですよね。金融機関へのやっぱ負担も大きいですし、まあ、アメリカの場合はまだ、マイナス金利っていうのは導入してないですけれども、まあ、日本とかですね、ヨーロッパの、まあ、状況を見る限り、まあ、超低金利と、低金利が極端に低い状況っていうのは、まあ、金融機関への、まあ、影響も大きいし、まあ、とにかく、まあ、マーケットっていうのが、まあ、そういう超低金利状況と状態っていうのを、まあ、もう許容できなくなっていると、そういうふうに見ておいていいと思いますね。まあ、いわゆる、まあ、金利が下がりすぎた状況にあるということで、まあ、自立反発的な形でもですね、長期金利の上昇が続くという可能性もありますので、まあ、そうなると、例えば株なんかには少し弱気に作用するでしょうから、まあ、そういうところが、まあ、あるということは、まあ、見て、頭の、片隅に、残しておいた方がいいかもわからないですね。まあ、以上、これが、まあ、メインシナリオということで、まあ、結局のところは、まあ、利上げ観測が特に高まりもせず、後退しもせずと、結局、まあ、経済指標の状況次第の、まあ、不安定な状態が続くんだということで、まあ、どうしても見通しもですね、不安定な状況が続きますよというところに行き着くと思うんですけれども、まあ、今の状況っていうのは、まあ、結局そういうことだというふうに、まあ、考えておいていいんじゃないですかね。今の状況が続くということは、結局方向感はまだしばらく出てこないよということなんだと、そういうふうに思いますね。さあ、じゃあ、次にですね、サブシナ、カウンターシナリオということで、まあ、次の、まあ、これに対抗するようなシナリオというのも、まあ、考えてみましょう。これは、まあ、どちらかというと、まあ、雇用統計が少し強気の内容になってですね、年内の利上げ観測が、まあ、改めて高まるというふうな、まあ、シナリオになります。これを、まあ、次のカウンターシナリオということで、まあ、いろいろと考えていきたいというふうに思います。はい、では、カウンターシナリオということで、まあ、少し高波的な、シナリオっていうのを考えてみました。まあ、具体的にはですね、まあ、11月、1日の FOMC では、まあ、現状維持、というふうに、まあ、なるんで、これは大方の予想通り、まあ、現状維持ということになるんですが、まあ、雇用統計がですね、ちょっと強気の内容になってですね、これ年内利上げ観測は改めて高まると、もうほぼ、利上げ確実かなというところまで高まるという状況。まあ、可能性としては、まあ、35%ぐらい。つまりが、まあ、何一つ、まあ、物事が決まらないか、あるいは少し、まあ、年内利上げの、可能性が高まるという、まあ、その2つの、まあ、シナリオで、まあ、ほぼ、決まってしまうんじゃないかと、そういうふうに、まあ、見ていいと思いますね。さあ、もうちょっと具体的に見てみましょうかね。まず、まあ、FOMC。これは、まあ、大方の予想通り現状維持と、現状維持ということになります。もしかしたら、まあ、現状維持に対する反対、利上げをするべきだという主張する、まあ、反対票がですね、もしかしたら、まあ、1人増えるかなということも、まあ、含めて、まあ、FOMC は、まあ、大方の予想通り、現状維持という内容ということにしましておきましょう。その一方で雇用統計ですね。これは、まあ、非農業雇用数、この伸びがですね、20万人を超えてですね、まあ、やっぱりこうなってくると、年内利上げは、まあ、ほぼ確実でしょうと、利上げに踏み切らざるを得ないでしょうという、まあ、見方が改めて、まあ、強まるというシナリオですね。まあ、こうなってくると、まあ、初期の反応としてはですね、まず、雇用統計の発表直後はですね、まあ、高波的な動きと、ドル高が進んでというふうな、まあ、動きが見られると思うんですが、まあ、ただ、一方では、まあ、年内利上げというのは、まあ、ある程度はもう織り込み済みという部分も多いんですよね。ですから、まあ、そうなると、まあ、年内利上げはいいとして、じゃあ、その次、年明け以降、さらに、追加の利上げをいつするんですかで、どのぐらいのペースで利上げをしていくんですかというところまで、まあ、踏み込んでですね、高波的な、まあ、見通しっていうのが強まってこないとですね、そこから、まあ、
ちょっと、大きく、流れができてくるのはやっぱり難しいかなというところは、考えられると思いますね。ということで、初期反応としては、ドル高を含めとしては、高波的な、動きが出てくると思うんですけれども、その後は少し、相場が織り込み済みということで、逆に少し、ポジション調整の動きなんかも出てくるかもわからないですし、ちょっと、やっぱり値動きが不安定になるかなというふうな形になりますね。特に、利上げ観測が高まってですね、長期金利、これがですね、さらに上昇基調を強めるようなことになればですね、これやっぱり株式市場には大きな売り材料になりますから、株価の下落、これが、進んでですね、そこで、今度は逆に、ハト派的な見方がまた、台頭してくるということもありえますので、こういう、シナリオにも注意が必要ということになると、思いますね。で、これも含めて、個別にいろいろと見ていきたいと思うんですが、まず為替市場ですね。これはやっぱり年内の利上げの可能性が高まるということで、ドル高に傾くというふうに見ていいと思いますね。ただ、何回も言いますけれども、利上げというのは、ほぼ織り込み済みの部分もありますから、そうなると、ドル高はまず一応進むんだけれども、値幅はそんなに大きなものにならないというふうな可能性もありますね。もちろん、一気にドル安にまた反転するとか、そういうふうな、展開というのも、ちょっと、考えにくいですけれども、ある程度、ドルの買いが、出尽くせばですね、ポジション調整の、ドル売りっていうのが、少し膨らむということもありますから、雇用統計が強気の内容になったといってもですね、1日、2日ぐらいはですね、ドルを買ってもいいですけれども、その後は少し、ドル高の行き過ぎな、動きに対する警戒感というのは強めた方が、いいかもしれませんね。次に金ですね。金市場、これは、利上げの可能性が高まるということになれば、やっぱり金は、利上げとか、金利の上昇とかそういうものにはやっぱり弱いですから、売り圧力が強まると、そういうふうに、見ておいていいと思います。ただ、こちらもですね、10月初めの急落局面でですね、ある程度、利上げっていうのは織り込んでますから、じゃあ、そこで、それ以上積極的に売りが出てくるかっていうのは、ちょっと微妙なところですよね。私は、1200ドル台の前半あたりでですね、とりあえずもう年内利上げというのは、ほぼ、織り込んで、そこらあたりで、下げ止まるんじゃないかと、そういうふうに見ています。あとは、その後ですね、年明け以降も、それなりのペースで利上げが続くのか、それとも、年内12月に、利上げをやってですね、それでも、利上げが、おしまいですよ、とりあえず一旦終了ですと、年明け以降、すぐに、利上げをする予定はありませんと、そういうふうな、見方が出てくるのかというところになると思うんですが、そうなってくると、あたりで下げ止まってですね、そこからまた徐々に年齢を切り返してくるということも、十分考えられると、そういうふうに思いますね。次に、原油ですね。原油は、先ほども申し上げたようにですね、これは OPEC 総会の、内容次第ということになりますので、あまり、利上げ観測には、関係なく動きますよということですね。次に株ですね。株がやっぱり、この場合は一番、素直に、マーケットが反応してって言いますかね、それなりの大きな動きになると、そういうふうに思いますね。株の場合はやっぱり、年内の利上げ観測というのが改めて高まればですね、長期金利が上昇してきますから、金利の上昇を嫌気するという形でですね、売り圧力が強まると、そういうふうに、考えといた方がいいと思います。特に、その後にですね、大統領選挙があってですね、それはそれでかなりのリスク要因になると、もしかしてトランプさんが勝ったら、それはそれで、やっぱり、リスク要因になるでしょうし、クリントンさんが勝ってもですね、それで、メールに
対する操作がさらに続くということになれば、やっぱりそれはそれで、マーケットリスク要因として捉えるでしょうから、まあ、そういう動きが、まあ重しとなってですね、それに金利の上昇も加わってですね、株式市場は、結構な価格調整になるんじゃないかと、そういうふうに見ています。まあ、ここまでやっぱり、かなりの勢いで上昇してですね、まあ特に年前半ですね、まあそこでまだ、十分な価格調整というのは行われていないというのがまだ今の、株式市場の状況ですから、まあ、少なくとも、まあダウ平均でですね、1万7千ドルあたりまでは、まあ調整が進んでですね、そこから、まあ新たな、まあ次の方向性を探るというふうな、まあ展開になるんじゃないですかね。次に、まあ長期債ですね。長期債はやっぱり、まあ利上げ観測が高まればですね、その中で、まあ売り圧力は強まると、そういうふうに、まあ考えていいと思います。10年債の利回りですね。まあこれは、まあおそらく、2% の、まあ大台っていうのを回復するような形で上昇していくんじゃないかと。そういうふうに、まあ考えます。以上が、まあカウンターシナリオですね。少し、まあ雇用統計が強気の内容になって、年内の利上げ観測が改めて高まるというところでも、まあシナリオということになりますね。その次にですね、まあじゃあ、サブシナリオということで、ちょっと可能性はまあ低いですけれども、まあもうちょっとまあ極端に、高波あるいは極端にまあハト派的なまあシナリオというのもまあ、可能性は低いとはいえ、まあ考えておいて損はないと思いますので、まあそういうものも、少しシナリオとして見ていきたいと、そういうふうに今思います。はい、では、サブシナリオということで、まあ、可能性は、少し低いですけれども、まあもうちょっと、まあ、極端なシナリオというのも考えたいと思います。まず、サブシナリオ1としては、まあ、ハト派的なサプライズですね。まあ、これを見てみましょう。FOMC、これは、まあもちろん、まあ、現状維持になるんでしょうけれども、まあ景気判断や、この辺のあたりが弱気修正されるなどですね、まあ、ちょっとまあ景気に関しては、まあまあ、見通しが弱くなったというところで、まあ、ちょっとハト派的に受け止められるというふうなまあ内容になるという感じですね。もしかしたら、まあ金利の据え置きに対する反対者ですね、この前、3名の反対票が出たのが、まあ、もしかして2名に減るとかですね、まあ、そういうものも含めて、OMC は少しハト派的。さらには、まあ、雇用統計でもですね、非農業雇用数が、まあ、10万人台前半半ば、から半ばというところで、まあ、予想を下回る、伸びにとどまるということで、まあ、こうなると、9月の雇用統計に、続いて10月も弱気の内容ということになるんで、まあ、そうなると、やっぱマーケットもある程度、まあ、利上げ観測の、まあ、後退というのも受け入れざるを得なくなるんじゃないかと、そういうふうに思います。ね、まあ、そういうふうな、まあシナリオですね。年内利上げ観測が、まあ、とにかく、まあ、後退するんだというふうなシナリオですね。まあ、可能性としては、まあ、20% ぐらいはこれあるんじゃないかと。そういうふうに、まあ、見ています。まあ、そういう中では、まあ、どうなるのかというとですね、これはやっぱり、まあ、マーケット基本的にですね、ここまで、まあ、年内利上げの可能性っていうのを、まあ、ほぼ織り込む形で動いてきてますから、それがなくなったと、年内利上げもしかしたらないよと、据え置き、が続くよと、金利の据え置きが続くよと、まあ、いうことになればですね、どうしても、まあ、目いっぱい、まあ、織り込んでいた、まあ、年内の利上げ観測ですね、これを、まあ、調整する方向に動かざるを得ないですよね。まあ、そういう意味では、まあ、ハト派的な方向への、まあ、ポジション調整の動きというのが、まあ、加速することになると思います。さらには、まあ、これにですね、まあ、大統領選挙も控えるということで、まあ、それに関しても、やっぱり、ポジション調整の利が出てくる、動きが出てくると、ポジション調整の動きが出てくる可能性はありますし、さらに言うと、まあ、大統領選挙が終わればですね、今度はもう、アメリカ市場はですね、マーケット的にはですね、感謝祭が、第4木曜日にあってですね、で、それでもう、あとはクリスマスだと。ということで、まあ、ホリデーシーズンに入る、わけですから、まあ、そういうものも含めて、じゃあもうホリデーシーズンに入るまでに、まあ、不
必要なポジションというのは全部、閉じておきましょうかと、まあ、それ以上無理に、トレードする必要ないはないでしょうというふうな、まあ、見方も出てくるかもわからないですから、まあ、そういうふうな動きが出てくれば、やっぱりこれも、ポジション調整の動きが、まあ、強まるということで、まあ、サブシナリオ1としてはですね、やっぱりこうやって、雇用統計、OMC が、まあ、ハト派的な内容というふうになればですね、まあ、そこから年末に向けて、まあ、いるポジション調整の動きというのが加速するというのが、まあ、ポイントになると、そういうふうに思いますね。で、まあ、具体的にはどうなるかというと、まず、まあ、ドルは、やっぱり為替としてはドルは、大円を中心にドル安が進むということになるでしょうね。で、金は、一方でですね、そこまで10月の初めに大きく値を下げてたという部分もありますから、まあ、その分を下げた分を買い戻すという形で買いが入ってくると、そういうふうに、まあ、思いますね。で、まあ、債券市場、これは、まあ、基本的には、まあ、債券買われると思うんですけれども、まあ、一方ではですね、利上げが、見送りということになれば、まあ、インフレに対する懸念が、高まることもありますから、そうすると、まあ、インフレ懸念を今、利上げするという形でですね、長期金利が、まあ、さらに上昇するという可能性もありますね。とにかくこの、まあ、長期金利というのは今一番、まあ、厄介というか、気になる動き、マーケットの参加者がみんなやっぱり気にしている動きでして、まあ、これはFOMC あるいは FRB の金融政策にかかわらず、上昇を続くと、上昇が続く可能性はあると思うんですよね。それぐらい、まあ、まあ、市場関係者が注目しているものの一つなんですけれども、この、まあ、長期金利の上昇というのが、まあ、続く中で、まあ、マーケットはどういうふうに動くのかというのは、まあ、これは一つ、まあ、まあ、今の、まあ、中では、まあ、トレンドになりつつあるものになっていますから、まあ、そういう意味も含めてですね、まあ、債券市場はもしかしたら、まあ、利上げ観測が後退しても、金利が下がるのにですね、特に長期金利は、上昇を続けるということもありますから、その辺は注意した方がいいと思いますね。そうなってくると、まあ、株式市場というのはですね、まあ、利上げ観測後退したら、普通だったらこれまでだったらちゃんと、まあ、投機的な買いが入ってきたというところなんですけれども、もしかしたら、まあ、金利の上昇が嫌気する形で、まあ、上値が重くなるということもあると思いますね。まあ、そんなに、まあ、急落するような展開には多分、利上げ観測が後退する中ではないとは思う、そういうふうな、まあ、急落するような、まあ、展開にはならないとは思うんですが、まあ、思ったほどに買いが集まってこないと、いうことも考えられますね。そして、まあ、年末に向けてですね、あるいは、まあ、感謝祭に向けて、あるいはもうちょっと手前で言うと、まあ、大統領選挙に向けて一旦、まあ、ポジション調整の形で、まあ、まあ、打っておきましょうという展開になるかもわからないので、やはり、まあ、株式市場とかはちょっと、まあ、警戒しておいた方がいいと思いますね。次に、まあ、サブシナリオ2ということで、今度は、まあ、ハト派的じゃなくて、まあ、タカ派的なですね、シナリオというのも、まあ、考えたいと思いますね。まあ、これは例えば、まあ、FOMC、まあ、さすがに、11月の段階で利上げが決定されるということはないと思いますけれども、例えば、まあ、声明でですね、景気判断が引き上げられたり、あるいは、まあ、年内利上げの可能性を、まあ、わざわざ示唆するような文言が加えられたりですね、あるいは、まあ、まあ、いわゆる、まあ、利上げ見送りに対する反対票ですね。これが、まあ、逆に、前回の3名から4名とかに、まあ、増えるという、まあ、そういう形で、まあ、FOMC がやや高波的な、内容になるという形ですね。まあ、それに、加えてですね、雇用統計もですね、強気の内容になればですね、これはもう本当に、まあ、利上げの可能性というのは、まあ、ほぼ 100% 確実ということに、まあ、なってくると思いますね。あとは、まあ、年明け以降もですね、そういう利上げの流れが続くのかどうなのかというのが、まあ、判断材料になってくると思うんですけれども、まあ、そういう中でですね、雇用統計が、まあ、強くなればですね、まあ、年明け以降も利上げが続きますよというふうな、まあ、見方が、高まってくる、そこまで、まあ、極端に高まってくればですね、まあ、もう一段、利上
というのを、まあ、織り込む結果になることも十分にありますね。まあ、ここまででとりあえず年内利上げというのは、まあ、ある程度もうすでに織り込み済みにはなっているとは思うんですけれども、そこにさらに年明け以降も、まあ、利上げが続くというふうな、まあ、見方を、まあ、マーケットが織り込み始めればですね、これは、まあ、もう一段高波的な方向に、まあ、相場が動いていくということも十分に考えられますね。具体的には、まあ、やっぱりドル高が進むということになるんですよね。で一方で、まあ、債券市場あるいは金、には大きく売りが膨らむと、今そういう展開になるでしょう。そして、まあ、長期金利が、まあ、そうやって上昇していきますから、そうなると、まあ、株式市場にも、まあ、さらに売りが膨らむと。これは、まあ、まあ、特に、まあ、発表直後というか、まあ、感謝祭の、まあ、休みに向けてですね、あるいは、まあ、大統領選挙もありますし、まあ、その辺のところで、まあ、リスク回避という動きが、リスクオフという動きが、まあ、膨らんでくればですね、株式市場、まあ、一気に、まあ、価格調整が進むという可能性も考えられますが、まあ、これやっぱり、注意が必要ですね。まあ、そういう中で、まあ、マーケットが動いていくということになると思います。この場合は、まあ、ドル高が進んで、まあ、金や債券、そして株式市場には、まあ、売りが膨らむと。まあ、これ可能性としては 5% としていますし、まあ、ここまで、FOMC が、まあ、極端な、に、まあ、高波に傾くということもないと思いますし、まあ、雇用統計も、まあ、やっぱり最近の傾向を見る限りは少し、まあ、弱気かなと、雇用の増加は鈍ってきたなという、まあ、傾向が見えてますから、これは本当の意味でもかなりのサプライズにはなると思うんですけれども、まあ、可能性は少ないとはいえ、まあ、こういう、まあ、高波の内容というサプライズというのも、まあ、考えておいた方がいいと思いますね。この場合はやっぱりドル高が進んで、金、債券、あるいは、まあ、株式市場というのは、まあ、大きく売りが膨らむ展開になると、そういうふうに見ておいた方がいいと思います。まあ、こういう感じで、ここまでですね、いろいろな、まあ、シナリオを、まあ、一つ一つ、組み立ててですね、それに対してマーケットがどのように動くのかというのを、まあ、考えてきました。じゃあ、まあ、最後にですね、こういう、まあ考えを、まあ、一つにまとめてですね、じゃあ、まあ、どういう形で、まあ、トレードをすればいいか、あるいはどういうコンセプトを持っていれば、良いのかというのを、まあ、最後の、コーナーでまとめというふうにしたいと思いますね。はい、ではですね、最後に、まあ、今までいろいろと、まあ、考えてきた、まあ、シナリオをですね、統合してといいますかですね、それをまとめてですね、実際にじゃあ、ここから先、FOMC あるいは雇用統計に向けて、まあ、どのような、戦略を立てていけばよいのかと、まあ、その次には、まあ、大統領選挙もありますからね、ちょっと、まあ、本当にマーケット先行き不安定で、まあ、トレードしにくい、状況が続くというのは、まあ、確かなんですけれども、まあ、そんだけでも、まあ、どのような、まあ、戦略を立てていけば、いかに、まあ、リスクが、低く、そして、まあ、利益を得る可能性が高まるのかというのを、まあ、ちょっとここから考えていきたいと、そういうふうに思いますね。まずですね、タイトルとしてはですね、まあ、FOMC の、内の意見が割れれば割れるほど、まあ、最後は、まあ、イエレン議長の判断になると、まあ当然といえば当然なんですけれども、こういうふうな、まあ、コンセプトに基づいて、まあ、ここから取引戦略立てていきたいと、そういうふうに思いますね。まあ、メインシナリオではですね、まあ、ちょっと、まあ結局は、まあ、見通しはっきりしないんですよと、今後の、まあ経済指標とか、まあ、景気動向次第のですね、不安定な、まあ、展開が続くんですよという、まあ、そういう、まあ本当に曖昧なですね、見通しというのを、まあ立てたんですが、まあ確かにまあそれはそれで、まあ見通しとしては非常に曖昧なんですけれども、一つ言えるのはですね、年内利上げ、今、市場が一応まあ織り込んでいるという、まあ、その年内利上げの可能性ですよね。年内利上げというのはですね、12月の FOMC で、まあ決定される、事項なんだということは、これは変わらないんですよね。ですから、まあ、いくらこの先もずっと、まあ経済指標の、
内容次第、あるいは景気動向、物価動向次第の状況で不安定な、展開が続きますよと言ってもですね、最後の最後はその12月の、まあ、FOMC でですね、まあ、白黒はっきり、つけられるということもこれ確かなんですよね。ですから結構もう、ずっと本当になんか、まあ、今年に入ってからずっと同じようなことを言ってると思うんですけれども、ずっと本当にもう、今後の、まあ、経済指標次第で利上げの可能性は高まりますよ、あるいは、後退しますよというのは本当にまあここずっと言ってる話なんですけれども、いよいよまあそれがですね、ここへ来て、まあ、白黒、まあ、はっきりつくというふうな、まあ、状況であるということだと思うんですよね。まあ、そうなってきて、じゃあ、まあ、もちろん、まあ、マーケットも、白黒はっきりつけないとダメですけれども、もちろん、まあ、FOMC としても、まあ、白黒はっきりつけないとダメになってくるわけですよね。で、今のように、まあ、FOMC 内でですね、高利上げをすぐにでも、まあ、行わないと、まあ、インフレが高くなってですね、大変なことになりますよという、まあ、高跡ですね。いやいや、まだまだインフレはちょっとぐらい、インフレ圧力が高まって物価がちょっとぐらい上昇しても、まあ、なんとかし、その後で修復は可能だから、とにかく今は、まあ、景気の回復っていうのを最優先させるべきだと、まあ、そういうハト派的な見方と、これ FOMC 内でもずっと意見は割れてるんですけれども、結局、まあ、彼らも、まあ、12月、っていうところで、まあ、もちろん、FOMC のメンバーとしてはですね、別に12月に利上げをすると、まあ、一言も言ってないわけですから、これはただ単に、まあ、市場が勝手に、期待して年内と言ってるだけなんですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、FOMC 内ではやっぱり12月の、まあ、FOMC では白黒つけないとだめだと。じゃあ今みたいに、の意見が分かれたままだったらどうなるかというと、結局は、まあ、最終的に、イエレン議長の判断というところに委ねられるという可能性は高いんですよね。そういった意味でも、やっぱりこの前、イエレンさんがですね、まあ、ハイプレッシャーエコノミー、高圧経済を、まあ、維持することの有効性ということに、まあ、言及したことは、まあ、やっぱりこれは意味が大きいんじゃないかと。私はまあそのように考えますね。まあ、結構、まあ、発言した直後こそ、まあ、マーケットでは結構、まあ、材料視されたんですけれども、その後なんかいろいろな他の、事柄も起きてきてですね、ちょっと、まあ、忘れ去られるとっていうような、まあ、感じにもなってますけれども、私は、まあ、これがおそらく、まあ、今回の、まあ、今もう FOMC に入ってますから、まあ、コメントはもちろん出てきます。けれども、まあ、イエレンさん、ここ、数週間の中では、まあ、最後の、まあ、見解を示したような言葉でしたから、この高圧経済の維持というのを、まあ、イエレンさんがいまだに、そういう見方が、を持っているんであればですね、高圧経済の維持が有効だという見方を持っているんであれば、最終的にもしイエレンさんの判断というのが重要になってくるとなればですね、やっぱり、まあ、議長はですね、利上げを見送るんじゃないかと、そういうふうに、まあ、私は考えています。まあ、それは、まあ、徐々にですね、ここから、まあ、時間が経過していくにつれて、まあ、徐々に、まあ、そちらの方の見方にマーケットも、まあ、傾いていかざるを得ないんじゃないかと、そういうふうに思いますね。もちろん、まあ、それまでの経済指標の内容とかですね、そういうものにもよるんですけれども、決め手となるような、まあ、大きなサプライズが出てですね、もうこれはどう考えても利上げでしょうとか、まあ、どう考えても、まあ、見送りでしょうとかっていうふうになると、もちょっと考えにくいんですよね。そこまでなんか、急に、経済が一方向にですね、まあ、流れが傾いていくというのもちょっと考えにくいですから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、結局、中途半端な状況がですね、続く中で、時間の経過とともに、最後は、まあ、利上げ観測がどんどん後退していくんじゃないかと、そういうふうな、まあ、コンセプトを持っていますから、まあ、それに基づいて、まあ、今回も取引戦略というのを、まあ、考えたいと思います。
まあ、具体的には、ドル円ですね。これは、まあ、メインシナリオとして、時間の経過とともに、まあ、こう、利上げ観測が後退していくということで、まあ、売りが優勢になってくると、そういうふうに、まあ、考えますね。で、まあ、ちょっと、まあ、付け出しになりますけれども、やっぱり大統領選挙で、先行き不透明感が高まって、リスク回避の動きが、まあ、強まる可能性が高いと、まあ、こういうこともですね、ドル円の場合は、まあ、弱気に作用するでしょうね。やっぱりリスクオフの動きが出てくれば、円が買われますから。ということで、まあ、ドル円はショートということにしたいと思います。一方、ユーロドルはですね、じゃあ逆に、まあ、カウンターシナリオということで、まあ、利上げ観測が高まるとですね、今度は、まあ、ユーロは、なんだかんだ言って、まあ、まだに、まあ、ECB は追加緩和策を模索している、最中ですから。まあ、そういう中ではですね、まあ、ドル高が進みやすいんじゃないかということで、まあ、これはカウンターシナリオということで、まあ、やはりショートしておこうというふうに考えます。次に、まあ、金ですね。金は、まあ、まあ、利上げ観測が、まあ、後退するのであればですね、やっぱり買いも集まりやすいでしょうし、特に金はですね、10月初めの急落局面で、まあ、かなり、年内利上げというのは、まあ、織り込み済みと、そういうふうになってますから、今はやはり金はちょっと割安な状況にありますからですね、まあ、そういうものも考えても、まあ、買いは集まってきやすいんじゃないかということで、まあ、貯金はロングということにしたいと思います。次に原油ですね。原油は、まあ、OPEC、次第なんですけれども、私は、まあ、基本的にですね、やはりサウジがちょっと、まあ、減産に対して積極的になってきたと。まあ、これまであまり、まあ、サウジ、表立って、ああでもない、こうでもない、横まで、コメントすること少ないんですけどもね、サイド石油層もですね。でも、まあ、ここまでの、まあ、発言を見る限りは、サウジはかなり本気になってきていると、減産に対してですね。そうなれば、まあ、いざとなれば、サウジがもう単独でも減産しますよというふうな形で、他の加盟国を説得すればですね、これは、まあ、ある程度、まあ、他も、妥協してついていかざるを得なくなるんじゃないかと、そういう形で減産が合意できるんじゃないかと。そうなると、まあ、もちろん減産で合意してもですね、その後実際に生産減らすのかというところで、またいろいろと出てくるんですけれども、まあ、それも含めてですね、少なくとも年内はですね、強気の流れに戻ってくるんじゃないかということでは、これは、まあ、一応ロングということにしたいと思いますね。ただ、まあ、もちろんこれは OPEC の総会が、を前にしての話ですから、それまでは、まあ、いろいろな見方が交錯する中、不安定な展開というのが続くと思います。次に、株価指数ですね。これは、まあ、今のところ、まあ、カウンターシナリオということで、まあ、金利上昇が意識される中で、まあ、売り圧力が強まるというふうにしてますけれども、まあ、これは、まあ、何回も言ってますけれども、まあ、長期金利ですね。これは、まあ、FRB の金融政策が、にかかわらずですね、年内に利上げを、まあ、行おうが、あるいは、まあ、サプライズとして利上げが見送りとなったとしても、もしかしたら、まあ、長期金利が、まあ、上昇基調が続くと、上昇を続けると、長期金利ですよね、長期金利が、まあ、上昇が続くと、長期金利の上昇が続くという可能性もありますから、そうなってくると、やっぱり株式市場はもう一段、まあ、価格調整をする。進む可能性は高いんじゃないかと。で、まあ、まあ、さっきも言いましたけれども、まあ、ちょっと、まあ、ここまでの上昇局面に、を考えればですね、ちょっと、まあ、まだ、調整局面足らないんじゃないかと、十分な、まあ、調整を、まあ、経ていないという、まあ、感じはしますから、その点も含めてですね、株価指数はショートと、一定のとこまでは価格調整が進むと見ておいた方がいいと思います。もちろん、まあ、大統領選挙もですね、ありますから、そこでリスク回避の動きというリスクオフの動きが、まあ、強まることも、十分にありますからね、それも含めて、まあ、利圧力が強まるというふうな、まあ、形になると、見ておいた方がいいと思います。これはですから、まあ、カウンターシナリオに対しては、になった場合はショートというふうに書いてますけれども、まあ、メインシナリオでですね、まあ、利上げ観測が後退しても、もしかしたら、まあ、金利の上昇が続くんであれば、やはり売りだということで、まあ、どちらの、まあ、点でも、ちょっと株式市場は、まあ、弱気に見ておきた方がいいんじゃないかと、そういうふうに思います。最後に、まあ、アメリカ国債ですね。国債も基本的にショート、売りと
弱気ということで、まあ国債が売られるというのは、まあ長期金利、金利が上昇するということになりますから、まあこれは、まあ何回も繰り返しになりますけれども、まあFRB の金融政策に関わらず、まあ長期金利の上昇は進みますよということになると思います。以上、まあこれで、まあ実際の取引戦略というのは、まあ終了と、大体これで、すべては、まあおしまいということになりますね。まあ基本的にやっぱり、この先もですね、非常に不安定な状況は続くと、まあその中でも、まあギリギリの判断だというふうに、まあ考えておいてほしいと思いますね。ただ、まあ一つ言えるのは、不安定な状況が続いていても、まあ12月には、に入ればですね、まあ待ったなしでですね、FRB が利上げをするのかしないのかというのは、これは、まあ白黒はっきりつけなくてはならなくなるということ。そうなれば、まあ最後はイエレンさんの、まあ判断にかかってくるというところは、まあ多分変わらないと思いますので、まあそこのところは、まあ最終的には、まあそこに、落ち着いてくるっていうか、まとまってくるということは、まあおそらく変わりませんから、そこの部分だけは、まあしっかりと押さえておいた方がいいと思いますね。あとはやはり、まあアメリカの大統領選挙、これが意外に大きなリスク要因になってきましたのでね、まあそれも、考えれば、やっぱり、まあこの状況では、まあリスク回避の動きと、リスクオフの動きが、まあ強まる可能性は高いと、そういうふうに、まあ見ておいた方がいいと思いますね。それいうとこ、まあそういうところで、まあ大きな流れがある中で、じゃあ、まあ雇用統計、そして OMC、で、まあ利上げ観測が高まるのか、後退するのかというのを、まあ見ておいていけばいいんじゃないかと、そういうふうに思います。以上、まあ今回のセミナー、この辺で、まあおしまいにさせていただきたいと思います。皆さん長い間でしたけれども、聞いていただいてどうもありがとうございました。今回はこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。